コース段12ヤード残してパントフォーメーション、イエローが出ています。オレンジ面のオフサイドの反則により5ヤード前進してコース段パントやり直しです。攻守交代してオレンジ面の攻撃、自陣29ヤード地点よりファースト断点、セカンダン8、サーダン4、コース段6ヤード残してパントフォーメーション、パントです。攻守交代してジェッツの攻撃、自陣36ヤード地点よりファースト断点、セカンダン8の反則があり10ヤードバッターしてフォースダンやり直しです。フォースダンロング、ギャンブルです。インターセプトです。攻守交代してオレンジ面の攻撃、自陣27ヤード地点よりファースト断点、フレッシュ獲得してオレンジ面の攻撃、自陣40ヤード地点よりファースト断点、先ほどオレンジ面にフォルススタートの反則があり5ヤードバッタイしてファースト断15、1回目のタイムアウトです。タイムアウト開けてオレンジ面の攻撃、セカンダー2、セカンダー3でした。
サードアンファイブ。フォースダウンファイブ、ギャンブルです。ここでタイムアウトです。オレンジ面の攻撃、敵陣43ヤード地点よりファーストダウン10。イエローが出ています。セカンダンセブンでした。先ほどオレンジ面に反則がありましたが、ジェッツがリクラインしてサーダンセブン。ファンブルです。ジェッツがリカバーしました。試合終了です。川内ジェッツ0点、愛媛オレンジ面0点です。